ちょっと待ってくださいね。車が1台来ました。あ、セロですかね。あ、セロが登場しました。空中に浮いています。まさにホバーボート、映画の世界です。セロが空中遊泳しながら東京タワーに到着しました。待ってましたよセロ。アメージングな登場ですね。本当ですね。いや驚きの登場です。すごい。ちょっとお客さんその辺りで止まってくださいね。Hi everybody! Hi! Hey! ちょっとどうしたんですか。ホバーボード今空中に浮いたままでしたね。そうです、僕のホバーボードです。どう、ライトがついてるぐらい。そうですよ、ですね。Of course。 スタジオの皆さんいかがでした、ご覧いただけましたか。すごかったですね。すごかった、浮いてましたよ。はい、浮いて進んでましたもん。ねえ、タラさんどうされました。私これなんか違う番組で見たことあったんですけど、え、なんか確か手が車にくっつけてあって偽物の手で、はい、でなんか棒がつながってる体になってるっていう。車から棒が出てるってことですか。はい、え、それどうでしょうかセロさん。手が車と棒でつながってるんじゃないかっていうスタジオからの疑問が来たんですけども。そうですか、ちょっと待って、ちょっと持ってください。腕触ってもいいですか。もちろん触るだけで。外してあげますよ。ちょっと確認します。ちょっとだけ確認して。手の切れてないですよね、大丈夫ですよね。あ、はい、あの成人男性の普通の手です。本物の手ですか。棒は棒はついてないですね。いや、皆さん、これは僕のマジックとやっぱりハバーボードの技ですよ、そんな。ちょっともうちょっと緊張して、車の中拝見してもいいですか。大丈夫ですよね、大丈夫ですよね。あ、はい、あの成人男性の普通の手です。本物の手ですか。棒は棒はついてないですね。田中さん、皆さん、これは僕のマジックとやっぱりハバーボードの技ですよ、そんな。ちょっともうちょっと緊張して、車の中拝見してもいいですか。大丈夫、棒は出てないですか。もう見えます。バックトゥザフューチャー見たことありますよね、はい、こうやってマイクル・ジェイ・フォックスがこう引っ張られてくる前に、まあ、それを今日再現しただけです。あ、なるほど。 This is real 皆さん、これ本当に見ましたよね。大変違ったよ。ハバーボードのマジックです。なんかちょっと疑ってすみませんでした、セロさん。いや、すいません。すごいパフォーマンス。なんで俺が謝るんだろう。そうです。すいません。ありがとう。ありがとうございました。続いてなんですが。はい。